淵上康氏は日本の俳優である和歌山県新宮市出身アパッチ所属プロサッカー選手を目指しガンバ大阪にユースチームから入団淵上が高校3年時に1年下の世代には寺田新一、庭大輝2年下には課長秋広が在籍し彼らとチームメイトだったトップチームには上がれず 流通経済大学に進学するが、その後役者に転校。デビュー前に、ブルース・ウェーバーの被写体として見出され、その後、デズリー・キーと出会い、彼の写真集、スーパー東京に参加。アルバイトをしながら衝撃場で、黒子やチケットのもぎりを続け、いろいろな芸能事務所を受けるが、門前払いされる。2011年、方言指導で参加していた。 映画、軽別に俳優としても出演し、デビューを果たす。これがきっかけで、現在の芸能事務所に所属した。ようやく決まった事務所でも、2014年頃までマネージャーと共に1日、4、5件のテレビ局や映画制作会社を挨拶回りしていた。2013年、Google のコマーシャルで演じた、新米教師役で話題となる。2014年、テレビドラマ、 昼顔平日午後3時の恋人たちで、吉瀬美智子演じる専業主婦の不倫相手役で、注目を集める。同年、映画、花酔い道中で、足立由美と共演した。2015年、アフューグと面で、初舞台、初主演。2017年、テレビドラマ、恋が下手でも生きてますで、セクシーな俳優として、注目を集める。同年、 中村あすみ子のボーイズラブ漫画を原作とするダブルミンツで映画初主演。ありがとうございます。